はい、おはようございます。おはようございます。今日はどちらからいらっしゃいましたでしょうか。岐阜県の南の方から。はい、ありがとうございます。コースはどんなコースで今日の夕方は金山登って遠足を取りようと思ってます。はい。で、ちなみに今日龍ヶ岳を選んでいただいたのはどういった理由から龍ヶ岳を選んでいただいたんでしょうか。天気も良さそうですし、はい、僕は龍ヶ岳の上の方が最後の登りが好きなので。あ、そうですか。いい景色が見れるかなと。なるほど。ありがとうございます。じゃあ気をつけて上がってください。はい、では行ってらっしゃい。ありがとうございます。はい、おはようございます。おはよう。今日はどういう計画で。今日はちょっと龍ヶ岳行こうかなと企んでるんですけど。今7時8分ぐらいですから全然問題ないですね。あとは向こうの天気次第ですね。なるほど。団体さんがいっぱいあるんでちょっとあれを先に行っちゃいたいなっていうところですか。なるほど、了解しました。じゃあ気をつけていってください。行きます。なんか喋れるんですか。はい、おはようございます。おはようございます。今日はどちらからいらっしゃったんでしょうか。今日は三重県全域から。全域から。どういった趣旨の会の方々になるんでしょうか。山岳連盟の、はい、初級実習登山ということで、はい、今日は28名の参加ですが、はい、初めて鈴鹿の雪山に登る人もいますので、はい、和漢スノーシューの履き方、はい、とか、あるいは雪雪上歩行などの、はい、まあ、なんか歩き方とか、はい、おはようございます。おはようございます。今日は龍ヶ岳にようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。はい、今日の講習で何か気をつけるポイントとか期待していらっしゃることありますか。今日はなんとか天気が昼から悪いようになってるんですけど、なんとか持ってほしいというのは心がお天気さんとなって、はい、はい、ありがとうございます。気をつけていってください。じゃあ最後に一言締めてください。頑張ります。じゃあ気をつけて、はい、行ってらっしゃい。ありがとうございます。はい、おはようございます。おはようございます。今日はどちらからいらっしゃいましたか。いなべ市の、大安町です。地元です。地元です。はい、今日の登山ルート、下山ルート教えてください。はい、金山尾根から登りまして、はい、山頂行って、はい、遠足尾根から下山します。なるほど、なるほど。はい、はい、どうして龍ヶ岳を選んでいただいたんですか。やはり、地元の山ですので、はい、で、せっかく雪積もってるのでこの時逃す手はない。はい、おはようございます。今日はどちらからいらっしゃいましたでしょうか。今日はどちらから。滋賀県。あ、滋賀県の方から。はい、はい、今日のルートはどんなルートで考えていらっしゃいますか。遠足尾根の往復ですね。はい、ありがとうございます。なぜ龍ヶ岳を選んでいただけたんでしょうか。やはり見晴らしですね。山頂付近の見晴らし。眺望ですね。はい、ありがとうございます。よろしかったら一言コメントください。はい、お天気も持ちそうなので、はい、楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしかったら一言どうぞ。もう結構です。はい、わかりました。最後に一言どうぞ。東京から管理局。あ、そうですか。情報は、はい、はい、おはようございます。写真なんかを載せとる。あ、今日はどちらからいらっしゃいましたでしょうか。東海市です。東海市ですか。はい、はい、今日の登山ルートはどういうルートで考えていらっしゃいますか。今日は遠足を、はい、はい、往復します。往復ですね。はい、はい、どうして龍ヶ岳を選んでいただけましたか。いや、とっても素敵な山なんです。あ、嬉しいですね。ありがとうございます。山としては、はい、鈴鹿では一番いいかなと思って。はい、ありがとうございます。毎年来てます。ありがとうございます。どうぞコメント一言どうぞ。はい、私も去年すごいいい経験をしまして、また今日もお天気に恵まれて楽しんでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、最後に締めてください。今日はね、最高の天気だもんで。はい、はい、おはようございます。今日はどちらからいらっしゃいましたか。鈴鹿ですか。はい、今日の登山ルート教えてください。遠足尾根から、はい、あっちは峠の方。峠の方。はい、はい、ありがとうございます。で、どうして龍ヶ岳を選んでいただいたんですか。今日は雪が積もってると思って。あ、雪が持って。そう、いいと思って。なるほどですね。じゃあ気をつけて上がってください。はい、はい、どうもありがとうございました。いってらっしゃい。失礼します。
おはようございます。おはようございます。今日はどちらからいらっしゃいましたか？はい、名古屋です。名古屋からですか？今日の登山ルートはどうされますか？中道ですか？はい、遠足尾根。遠足尾根ですか？はい、どうして今日は龍ヶ岳を選んでいただいたんですか？ここは龍ヶ岳って山ですが龍ヶ岳はい、冬はだいたい海岳で1月4日に藤原行ったから順番に鈴鹿の山を。あ、そういう理由からなんですね。はい、はい、ありがとうございました、はい、よろしかったら一言どうぞ。今日はみんなで楽しいです。はい、ありがとうございます。では行ってらっしゃい。失礼です。はい、はい、今日はどちらからいらっしゃったんですか？今日は魚留滝から上がりまして、はい、長尾滝まで行って帰ってきました。あ、滝ルートだったんですね。はい、はい、ありがとうございます。上の様子いかがでしたでしょうか？今日は好天に恵まれてですね、はい、素晴らしい写真がですね、はい、撮れました。特に五分滝、はい、の特有の写真が一番良かったと思います。あ、そうですか。なるほど。じゃあ写真の方はどっかネットでアップして拝見することができますかね？まあ、これから考えて。はい、ありがとうございました。はい、